皆さんこんにちは。武田邦彦非公式ブログへようこそ。本日お送りするのは、天皇陛下の真実です。長い歴史を誇る日本の天皇家ですが、これ実は世界でもかなり珍しいんです。解説は、武田邦彦先生です。それでは、動画をご覧ください。まあ今日は今日皇室問題というのをちょっと取り上げたわけですが、この前、オランダ皇室の行事に、まあ、日本の皇太子殿下、妃殿下が行かれました。その時に、式典の時ですね、日本の皇太子殿下が最前列に、立っておられたのを見てですね、アナウンサーが、皇太子殿下は一番前なんですねというふうに言われました。それに対して私が、実は、日本の皇室というのは世界で一番古いんですとこう言ったわけですね。まあ、皇室みたいなものはですね、まあ、伝統で価値が決まりますから、まあ、昨日皇室になったって、それまでは普通の人だったってあまり重みがないんですね。で、お父さんの時代から皇室だったって言ってもあまり重みがないわけですね。ところが、まあ、今から200年前からずっと王様ですって言うと、おお、なるほど、伝統の王家だなと興奮になるわけですね。まあ、そういう点で言えば、世界で、まあ、王室が長いと言ってもですね、大体まあ300年から500年ぐらいっていうのが普通なんですね。まあ、これに対して、まあ、日本の皇室は、まあ、皇室反対の人は1500年ぐらいと言いますし、皇室を尊重する人は2000年ぐらいと言うんですけど、まあ、およそ2000年と言っていいでしょうね。まあ、名古屋には熱田神宮というのがありまして、これが、確か紀元13年に、まあ、建立されたと言われておりまして、これはまあ、大和尊の御ですけど、まあ、そういう意味で2000年祭というのが行われておりますが、ちょっとオーバーかなと。だけども、これは各国ともそうなんですね。まあ、歴史の古いところになりますと分からないんで、200年生きたとか300年生きたって書いてあるのが普通で、まあ、そこら辺はまあ、そんなに厳密に目くじら立てるようなもんではないわけです。で、この日本が約2000年皇室が続いたということは非常に大事なことであるのがですね、なぜかって言いますと、平和国家でなければ皇室は続かないんですよ。その一番近い例がロシア皇帝ですね。ロシア皇帝は、ロシア革命の時にですね、20世紀の最初にありましたロシア革命の時に、皇帝も奥さんも、お子さんですね、可愛い女の子が何人かおられたんですが、全部殺されました。っていうのは、その国がひっくり返りますからね。ひっくり返るってことは、一番上の人をひっくり返さないとダメなもんですから殺します。まあ、これはもちろん、ルイ王家、フランスのルイ王家、マリー・アントワネットとかルイ18世とかがギロチンで、ついに消えたっていうのもまあ有名な話ですが、どんなところでもそうですね。中国では、関東草原民進っていう、まあ、王室が次々と変わるわけですが、その度ごとに、まあ、殺されたり、逃亡してどっかに行ってしまったりしてるわけですね。そうしますと、なぜ日本だけが天皇というのが2000年変わらなかったのかというとですね、基本的には2000年間日本は平和だったということなんですね。それを皇太子殿下という人がオランダの皇室の列に並んでることによって、それが自動的に画像でわかると。まあ、こういうことなんですね。日本は小競り合いはあったっちゃうんですね。天皇家の下の家臣が小競り合いをしたというのはあってもですね、皇室自身、つまり日本自身は一回も戦争がなかったと、まあ、国家同士の戦争がなかったと、まあ、こういうことを示している、まあ、世界でも非常に稀な国家ですね。島国だからそうだってわけいかないわけです。ハワイの王国は、まあ、日本が尖閣諸島を領有した3年後にアメリカによってハワイ王室は滅びされておりますし、フィリピンもスペインに取られ、アメリカに占領されております。このようにですね、島国であるからといって、ずっと平和であるということはない。日本は島国であったことはもちろんその効果はあったんですけども、それでも一国が2000年も続いて、そこの一番上の、まあ、王様って言いますかですね、皇帝って言うと、それが変わらなかった。天皇が変わらなかったってことは、本当にまあ、ある意味では、日本の誇るべき平和主義というものを言ってるわけですね。もう一つ、どの社会にも階級があるんですよ。例えばまあ、
これは士農工商という日本の階級とはちょっと違うんですね。もうこの職業とかそういうのとつながってんじゃなくて、身分そのものがあるんですね。それの極端なのが平民と奴隷貴族といった、まあこういった区分ですね。これは職業とはちょっと関係ないんです。身分ですからね。日本の士農工商というのはこれ職業分類ですから、職業分類をして職業分類に1番2番3番4番のつけたってことで、身分ではないんです。だから百姓の子供が武士になれば武士階級に入っちゃうっていう、まあ、そういう、まあ、本当の身分制度ではないわけですね。で、奴隷ももちろんいないわけです。それから戦争をするっていう目的は通常は奴隷を確保するということで、戦争があるわけです。日本では戦争によって奴隷が発生したってこともありません。徳川家康が豊臣家を滅ぼしたら大阪の人が全部奴隷となって東京に連れて行かれるってこともありません。これはやっぱり天皇陛下がいたからですね。皇室がいたので皇室という身分が一つ、それから皇室以外の国民という身分が一つ、二つしかなかったわけですね。したがってまあいくら努力しても、例えば豊臣秀吉がいくら偉くなっても太閤にはなれるんですけども、関白とか太閤にはなれるんですが、その天皇自身にはなれないという、まあ、そういう一つの区切りがありました。それによって日本人はですね、まあ、豊臣秀吉もまあ偉いっちゃ偉いけど、まあ、元々は百姓のせがれだよとか、まあ、そういうことの中におりました。まあ、これが歴史ですね。そうしますとですね、これからの日本社会は皇室が不要かもしれません。っていうのはですね、もう奴隷もなければ階級制もないのかもしれません。しかし今でも天下りなんて言葉がありますからね。ですからまあちょっと怪しいかなと思うんですね。まあ、そういう点では、天皇家をもしいていただければですね、それによって日本人が全員平等であるという社会を続けられるかもしれません。もう日本人は平等は絶対大丈夫だと言うんだらいいんですが、私はちょっと不安ですね。やはり何か身分制的なものを人間はまだ要求しているような気がします。それからもう一つの、天皇制に関する問題は2000年の歴史の重みを捨てるのかということですね。まあ、これは2000年の歴史を捨ててしまえばもう元には戻りません。で、我々はですね、2000年の日本の歴史の重みを捨てるだけの判断材料とか議論があるのかというとですね、ちょっとやっぱり皇室問題については議論を避けるというのが日本人の感覚ですし、まあ、そういう点から言ってですね、ちょっとやっぱりこれもまだ時期尚早かなと、要するに少なくとも議論はした方がいいのかなと思います。私もここで皇太子殿下のことをテレビでコメントしたときですね、周りにいる人が、あ、そうかというふうにちょっと驚いてましたね。ということは、日本の皇室が他の世界の皇室とどういう関係にあるかということを、ほとんどの日本人が知らないということもあるわけですね。で、これは皇室の問題と共産主義の問題と非常に近いんですけども、共産主義というのは全くまともな考えなんですね。働いている人がみんなで富を分かち合いましょう、人間はもともと不平等じゃないんだからということがいい制度なんですけども、結局はものすごく失敗しましたね。ものすごく大量に人を殺しました。ソ連でもそうですし、中国でもそうでした。共産主義になるとなぜか分かんないけど人が殺されるんですね。それも大量に殺されます、政府によってですね。それから宗教が認められないっていう点もあって、まあ、これも問題ですね。それから、私、共産主義の国に何個か行きましたけど、みんな共産党員がものすごく威張ってますよ。もう、普通の人はビクビクしました。ちょっと共産党員が来ますからって言ったら、もうみんなビクビクビクっとしてるんですね。まあ、これは共産党員というのはエリートで、その人たちが何かを言えば、他の人たちがたちまち監獄に入れられるってことなんでしょうから、全く平等な社会とは言えませんね。これは共産主義の考え方自身は良かったんですが、人間には欠陥があるわけですよ。本人がズルしたいとか、他人をいじめたいとか、そういったそのことがありますので、一国の制度というのは人間の欠陥を飲み込んだ制度ではなくてはいけないということですね。人間は意地悪であるとか、そういうことがあるということを最初から認めてですね、そして制度を考えないか。そういう点から言えば皇室っていうのもやっぱりそうで、どうしても人間は身分制度を作りたがるとかですね、最後の重しがないと、まあ、国家転覆とか、まあ、そういったものが起こると、まあ、そういったものに対して、まあ、日本人は天皇家というものを発明したんじゃないかと思うんですね。いつ頃発明したのか、3世紀とか4世紀ぐらいですね、
なかなか天皇家というのはいいもんだと、この天皇家というのは我々 の象徴に据えておけば、日本は全体としては団結できるし平和だし、身分制度もできないのでいいじゃないかと。で、天皇に偉い、きちっとした生活さえしてもらえばいいということで、天皇陛下は毎朝ちゃんと日本の国民の平和をお祈りを、神様にお祈りをしてくれるという、まあそういう、まあ日本、まさに日本統合の象徴としてですね、まあいていただくということも非常に重要ではないかと私は思うんですね。私たちの精神力、私たちの理性というものが今皇室がなくてもやっていけるかということについて私は非常に疑問に感じております。週刊誌なんか見ますと、何か皇室の中の特定の個人の、まあ、問題をですね、表面に出して、そしてもし我々がその特定の個人の性質とか行動によってですね、皇室というものを、長い2000年の歴史の皇室というものを忘れてしまうということになると、本当に木を見て山を見つというか、まあ、全体に対する視点が失われているというふうに考えられます。さて、いかがでしたでしょうか。2000年の歴史を誇る天皇家からこの国の素晴らしさが伺えますね。以上、武田邦彦非公式ブログでした。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。